ハレリア、モーカさん、タイさん、マイちゃん、リエさん、ルポスさん、トモさん、ハレリア、アメン、太平洋さん、おはようございます。おはようございます。皆さん、早いです。本当にすがすがしい、すがすがしい朝です。まあ、その、暑い真夏だとしても、多分朝は若干すがすがしいですが、梅雨のゆえになおさらすがすがしくて、まあ、皆さん毎回ですけど リース着てる、ね7月でリース着てるってすごい寿司ですよね。ハヌさんおはようございます。ユウさんおはようございます。ミーさん、おはようございます。はい、皆さん熱心に求めておられます。イエス様が欲しいのは皆さんのそのような上かわきです。イエス様が求めているのはイエス様に対するそのような、思い、イエス様を愛する思い、求めている思い、植え替えている思い、それがイエス様が求めている心です。納豆さんおはようございます。ジゼルさん、ヒットさん、イエス様が求めているのは皆さんの心です。アヤポンさん、朝の放送を見るために早起きしてます。素晴らしいですね。この放送を見るためにまあ、昼夜治った方がいます。嬉しいです。朝はですね、一日で一番大事な時と信じます。朝はイエス様にお会いする時と信じます。イエス様がなぜ、明け方に蘇ったんでしょうか。それは朝弟子たちと会うためですね。イエス様が、朝蘇った、それは朝に会うためなんです。皆さんがこの放送を通して朝イエス様に会ってると信じましょう。私たちはこの時間イエス様にお会いする時間です。春樹さんおはようございます。今日はどこをお見せしたらいいでしょうか。同じとこなので、同じとこなのでお見せする場所はあまりないです。今日も曇ってますが、曇っています。まあ天気しばらく、東京はですね、天気がありません。しばらく曇りですが、でも涼しいという意味ではいいですね。涼しいならば曇っててもいいような。今度天国から発信してほしい。いいですよね。天国から発信したらみんな信じるじゃないですかね。天国からですね、皆さんここ天国ですよ、天国ですよって言ったらみんな信じるかもしれませんね。でもまあここは地上ですけど天国に似てるから、天国に似てますから、まあやや天国放送と同じではないでしょうか。今日のタイトルは、イエスはイエス。あ、いいですね。分かりやすいタイトルですね。自分でもいいと思いますね。イエスはイエス。これはどういう意味でしょうか。まあ、昨日の続きですね。まあ、昨日の続きですが、第二コリント、何章だったかな。第二コリント、3章、まあ、第二コリント2章か3章にですね、イエスキリストは神の約束を、成就するために来られたと、書かれています。イエス様はこの地上に、来られました。その目的は神様の約束を成就するため、つまり救い主が送るという約束が旧約聖書にあります。イスラエルの人たちは、救い主が来ると信じています。今でももちろん信じているわけです。そしてその、救い主が来るということの成就、
それはイエス様ご自身が本当に来たんです。2000年前にイエス・キリストはこの地上に来ました。それは、救い主を送るという約束の成就です。成就です。イエス様は、神の言葉を、アメンというのはですね、アメンというのは、はいという意味もあります。それからその通りです、同意する意味もあります。確かですというね、確かです、確かめる意味もあるんです。つまり聖書ではですね、イエス様はアメンの方と書いてあります。アメンの方、つまり神の言葉を、神の言葉に対してアメンなんです。皆さん、アメンというのは、皆さんも打ってくれますけど、そういう意味があります。どういう意味ですか？神様に対してアメン、神の言葉に対してアメン、イエス様に対してアメンという意味なんです。つまりアメンというのは、神に向かって、私たちが応答する言葉、イエス様の言葉に対して応答する言葉、認める言葉、同意する言葉、確かだと表現する言葉。神の言葉は必ず成就するという、こと。それがアメンなんです。神の言葉が必ず成就する。それを信じることがアメンなんです。ですからアメンということは、とても信仰そのものなんですね、皆さん。アメンと皆さんがコメントで打つこと。これは信仰そのものなんです。イエス様に向かって、イエス様の御言葉に向かって、私たちは同意する。賛成する。イエス様の言葉は確かであると。そういう意味がアメンなんです。リュービーさん、おはようございます。ウォンカさん、アメン。そうなんです。ですから私たちは、イエス様に向かってアメンと言うべきなんです。イエス様に向かってアメン。イエス・キリストは神の子であり、救い主であり、神の約束をことごとく、成就するお方。イエス様は、この世の嘘を払いのけて、この世に、神の誠、神の真実をもたらしたお方。ネガティブを払いのけて、サタンが与えたネガティブを払いのけて、神のポジティブ、神の叱り、叱りというのはね、昔の言葉で、はいという意味ですね、叱り、否、日本の昔の言葉で、否がいいえですね。そして、リュービさん、おはようございます。否、叱りははいですね。否がいいえです。そういうですね、そういう日本の古い言葉ですが、聖書にはですね、イエス様は叱りの方、叱りの方と書いてあります。否の方ではない、叱りの方、つまりはいの方、イエスの方、つまりイエスはイエスですね。タイトルの意味が分かったでしょうか。イエスはイエス、イエスはアメン。イエス様がですね、大事なことを言うときですね、私、誠に誠にあなた方に言う、ね、誠に誠にあなた方に言うっていう言い方がたくさんあります。それの言い方でアメン、アメン、アイセッドですかね。アメン、アメン、アイセッド、つまり誠に誠に私は言う、イエス様の言葉は誠である、真実である。アメン、アメン。私たちはイエス様に向かってアメンと言うべきです。イエス様に向かってアメンと言うとき、それが信仰です。あなたのおっしゃることはすべて真実です。あなた自身、ご自身が真実で、あなたの言われることは全部真実です。それがアメンなんです。
ですから私たちは強く、力強くアメンと言うべきですね。力強くイエス様に向かってアメンと言うべきです。英語でね、英語で「はい」のことを「イエス」と言いますね。もうこれも偶然ではなくて神様の、まあ、ユーモアだと思うんですが、英語で「はい」は「イエス」です。ですから「イエス」は「イエス」ですね。イエスは「イエス」とても分かりやすい、分かりやすいですよね。イエスは「イエス」、イエスは「イエス」。皆さん、神様のユーモア、この世にはたくさんの神様のユーモアがありますね。この世にはたくさんのユーモアがあります。神様のユーモアですね。そしてイエス様をおっしゃいました。誓ってはいけない、はいははい、いいえはいいえ、それ以上のことは悪いことだとおっしゃいました。はいははい、いいえはいいえ、これはへりくだるという意味ですね。誓うというのは傲慢、高ぶりです。しかしはいははい、いいえはいいえ、私たちは、イエスはイエス。メイさん、おはようございます。あ、画面酔いする、ごめんなさい、画面酔いする、そうですよね、画面酔いしますよね。持って歩いてますからね。そういうわけで私たちの人生は、はいははい、いいえはいいえ。私たちはイエス様に向かっては、はい、イエス様に向かってはイエス。しかし、この世のこと、罪に関わること、不信仰のことはノー、いいえ、ね、信仰に関してははい、不信仰に関してはいいえ、イエス様に関してはイエス、偶像に関してはノー。私たちは、そのようにですね、私たちの、あ、ここいいですね、ここに置いておきましょう。偶像に関してはノー、イエス様に対してはイエス。私たちの信仰は、はいははい、はいははい、いいえはいいえ、はいははい、いいえはいいえ、それが私たちの信仰です。ですから皆さん、コメントにはアメン、ハレリア、その信仰的なことを、ね、信仰的に書いてくださいね。もし不信仰なことを書くならばアメンじゃなくてね、アメンじゃなくて、それは、悪魔に対して、悪魔に対して応答してしまうことになります。私たちは悪魔に対しては応答しません。悪魔に対しては応答しません。イエス様に対して私たちは反応します。私たちは、愚かなことには反応しません。私たちはイエス様の言葉に反応します。イエス様の言葉に反応します。神に対して生きています。罪に対しては死んで、罪に対しては死んで、神様に対して生きています。私たちの信仰は、そのような信仰です。聖書をすべて読破する。大体1年ぐらいと言われてますね。早ければもっとできるでしょう。1日2、3章読むならば1年ぐらいだそうです。タイさん、神の約束はことごとくこの方において、しっかりとなりました。あ、ごめんなさい、一章だったんですね、一章。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。アメン。イエス様は、神の約束をことごとく、神の約束はことごとくこの方においてしっかりとなりました。つまり成就したということですね。そしてこの方によってアーメンという、イエス様に向かってアーメンということによって神に栄光を期する。神の言葉に対してアーメン、
神の約束に対してアーメン、私たちは十字架にアーメンと言います。十字架に向かってアーメンと言います。イエス様が来られた、私たちを救いに来られた、私たちの罪の身代わりを負ってくださった、その贖いと言います。神の愛の贖い、神の愛の贖い、それは十字架です。ですから私たちは十字架をに対してアーメンと言います。十字架に対してアーメンと言います。世の中の人は、イエス様に反応しません。十字架に反応しません。神の言葉に反応しません。欲に反応し、お金に反応し、この世のことに反応します。しかし私たちは、欲に反応しません。この世のことに反応しません。神の言葉に反応し、イエス様に反応し、十字架に反応します。それが本当の命、本当の命です。神の言葉に反応しなければ、それは霊的に死んでいる。欲に反応するならば、それは肉が生きている、罪が生きているということになるでしょう。私たちは欲に死んで、罪に死んで、神様に生きています。はるきさん、アマゾンで買います。アマゾンで新改訳を買うといいと思いますね。新改訳聖書をおすすめします。りょうやさん、日本人はアジアの人々に謝罪し、イエス様のもとに生きるべきだと思いました。全くその通り、全くその通りですね。アメン、アメン。あなたは世の中の人じゃないの。私たちはこの世に生きています。私たちはこの世で生きてますが、私たちはこの世と同調しません。私たちはこの世の中に生きている神の民、この世の中で生きている神の子供たちです。私たちは神の国の中で生きています。物理的にはこの世ですが、霊的には神の中で生きているんです。リビさん、起きててください。顔を叩いて寝ないでね。しっかりと、あとまだ20分ぐらいですから、20分ぐらい神の言葉を聞いてください。そしてアーメンと言ってください。私はメッセージしています。その私のメッセージはイエス様に関することです。そして神の言葉を語ります。その時皆さんがアーメンと言うならば、そこに祝福があるのです。そこに栄光があるのです。信仰のない方はこの放送にも来ないでしょう。信仰のない方は神の言葉を聞きたくないでしょう。信仰のない方は、イエス様に関することに関してアーメンと言わないでしょう。しかし皆さんは生きているので、霊的に生きているので、皆さんは神の言葉に反応し、神の言葉を聞きたい、神の言葉を聞きたい、多くの人たちは欲のことを聞きたいと思ってますが、皆さんは神の言葉を聞きたい、神の言葉を聞きたい。それは皆さんが霊的に生きてるからです。霊的に生きてるから、霊的な命は、霊的な食べ物、霊的な食べ物が神の言葉です。私たちの食べ物、私たちの食べ物は、霊的な、食べ物は御言葉なんです。イエス様の御言葉、イエス様の御言葉、イエス様の御言葉、それが私たちのご馳走なんです。食べたいですか、食べたいですか。霊的な食べ物、美味しい食べ物、本当の食べ物、本当の、栄養になり、永遠の命を育む本当の食べ物、それは御言葉です。ゆうびさん、私たちの食べ物はイエス様は、素晴らしい信仰的なことを打ってくれてますね。素晴らしい。私たちの食べ物は、イエス様の御言葉です。ですから私も皆さんに朝晩語っていますが、私も聞きたいのです。私もイエス様の言葉を聞きたい。
神の言葉を聞きたいのです。私も上乾いているのです。私も皆さんと同じです。私も皆さんと同じように上乾いて、神の言葉を求めています。春樹さん、信じていいんですよ。イエス様が聖書を認めていますからね。イエス様はもちろん、イエス様がいた時は旧約聖書しかなかったんですけど、イエス様は旧約聖書を認めています。ヒットさん、人はパンだけによって生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。素晴らしい。ヒットさんがですね、御言葉を引用してます。御言葉を引用してます。そうです。私たちは、肉の食べ物だけで生きているのではありません。いや、むしろ、神の口から出る一つ一つの御言葉、一つ一つの御言葉によって生きるのです。皆さん、私たちは神の子です。神の子は神の言葉によって生きているのです。私たちは霊的に生きているんです。シャンさん、おはようございます。シャンさん、おはようございます。私たちは霊的に生きています。霊的に生きているんです。勝谷さん、仕事へ行かなければなりません。そうですか。あ、おはようございます。おはようございます。モブカさん、イエス様の御言葉をもっともっと聞きたいです。イエス様の御言葉を聞くと元気になります。肉体も油注ぎがあり、温かくなります。そうです。私たちは、御言葉を聞くと油注ぎがあって、心が、平安になり、熱くなり、そして何かですね、喜びが来ます。御言葉を聞くだけで、信仰が元気になります。つこさん、聖書は神の言葉と信じてください。聖書は神の言葉、神の言葉が書かれていると信じましょう。神様とイエス様どっちが偉いのですか？三位一体ですね。三位一体、つまり一人の神様ですね。マタイ 4-4、 あ、これ今読んだとこですね。シャンさん、霊的に生きた信仰をするのが大事ですよね。そうです。霊的に生きている信仰、聖霊に燃える信仰、それがカリスマ派です。カリスマ派というのは、まあ、ペンテコステ派と言ってもいいかもしれません。ペンテコステカリスマ派、は、聖霊に燃える、そういう信仰です。そして私たちは、確かに悪魔に勝利し、ネガティブからポジティブになり、あらゆることに勝利します。私たちはこの世の中が霊的戦いであって、私たちの本当の敵は悪魔で、悪魔に騙されてネガティブになっているという、そのことを理解するべきです。多くの病人は自分が病気だということを知っているでしょう。そして病気の原因を診断してもらうでしょう。私たちも、その霊的な病気、罪というのは霊的な病気なんですね。霊的な病気、私たちはその霊的な病気をイエス様によって癒されます。イエス様によって私たちは、霊的な病気が解放されて、癒されて元気になります。ぜひ皆さん、多くの人は自分が病気だということがわからないんです。病識がないんですね。病識というのは、病気を認識するということです。
多くの人は病識がなく、霊的な病気だということを理解できません。肉体的な病気には関心があっても霊的な病気には関心がありません。皆さん、イエス様を信じない、罪の道を歩む、欲で生きるということは病気なんです。病気なんです。霊的な病気なんです。ですから苦しいのです。だから、正しいことができないのです。だから生きることが辛いのです。でも皆さん、私たちは本当の医者である、本当の医者であるイエス様に、霊的な病気が癒され、そして本当の薬である御言葉、御言葉は霊的な食べ物であり、また霊的な薬とも言えるでしょう。その霊的な薬によって私たちは、癒されるのです。癒されるんです。霊的な薬によって癒されます。ですから元気になります。春樹さん、イエス様を信じますと言いさえすれば天国に行けるでしょう。もちろん言うことが大事です。しかし心で信じてください。心で信じて、イエスキリストは神の子であり、私たちのために十字架にかかって死んでくださり、イエス・キリストを信じる者は罪が許されるということを信じるのです。信じるのです。イエス様の言葉を信じるのです。イエス様の言葉を信じることが大事です。シャンさん、聖霊に燃えた兄弟姉妹の協力し合う信仰、そうです。私たちはお互いにですね、励まし合って祈り合うことによってもっと燃え上がると思います。この放送を通して皆さんに火をつけたいのです。皆さんの心に火をつけたい、聖霊の火をつけたい、そして一緒に燃えたいのです。一緒に信仰で燃えたいのです。聖霊に燃えたいのです。一緒に、この日本のリバイバルのために、日本の国のために、一緒に燃えて、この素晴らしい、素晴らしい時、この2019年、今はですね、日本にとってすごく大事な時、すごく素晴らしい時なんです。リバイバルの直前です。リバイバルの直前です。私たちは今、すごくチャンスです。用いられる時です。使える時です。イエス様のために、素晴らしいことができるんです。素晴らしいことができます。祈ることができます。伝道することができます。素晴らしい時です。でも、そのためには、信仰に燃えないと。昨日、チャースクールで言ったのはですね、こう言ったんです。強く信じないと、強く伝道できない。強く信じないと、強く祈れない。と、チャースクールで教えました。そうですよね。あまり弱々しく信じてても、信じてたら弱々しくしか伝道できません。弱々しくしか祈れません。しかし強く信じるなら、確信持って信じるなら、確信持って伝道できます。強く信じるならば、強く祈ることができます。皆さんが、弱々しい信仰ではなく、確信の信仰を持ってほしいんです。確信の信仰を持ってほしい。皆がイエス様を信じれば、信じなければ未来はない。その通りです。シャンさん、灯火、ごめんなさい、明かりに燃える神の愛の信仰、明かりに燃える神の愛の信仰、そうですね。春樹さん、チャイスクールは何歳の子供が何人いらっしゃいますか？小学校から高校まで2人ですね。2人です。春樹さん、近いですか？近ければ、入学できますよ。町田に通えるでしょうか、ね。しかし、この世の学歴はつきません、ね。チャスクールというのは、もう学歴なしですね。学歴なし。イエス様の教えこそ本当の教育だ。
リュウビさんはもうちょっともう無理でしょうね。18歳までですね。18歳まで。ボランティアならいいですよ。ボランティアで助けてくれるならね。学校のスタッフなら、入学とは言わないかもしれませんが、スタッフなら大歓迎。シャンさん、人生はイエス様が全てだと信じています。野沢さん、おはようございます。あ、もうだいぶ時間過ぎてしまいました。いいですか皆さん、イエスはイエス、イエス様に向かって強く言いましょう。イエスはイエス、イエスはイエス。そう、リュウビさん、まだ教える方ではなくて助ける、手伝う方ですね。手伝う方。はい、モークさん、イエス様が今もなお生きていて主である神だと確信があります。イエス様の信仰で毎日燃えてます。素晴らしい、素晴らしいです。燃えてる信仰、燃えてる信仰、それが神の栄光です。燃えてる信仰、そのようなことが世の光です。世の光です。燃えてる信仰が神の栄光です。燃えてる信仰が神の栄光です。私たちは、信仰で燃えて、信仰で燃えて、イエス様に向かって強くアーメン、アーメンと言うべきです。証しタイム、イエス様を信じて、イエス様は神の栄光だということが分かった。イエス様は神の約束を成就された方だと分かった。イエス様を信じて、神の、イエス様の御言葉はことごとく成就する、ことごとく成就するということを信じれるようになった証。スタート。タイさん、イエスが真理、真理はイエス。イエスが真理、真理はイエス。アメン。フィリーさん、大丈夫です、ね。もし信じたいならば、信じれるようにしてくださいって祈ってみてください。信じたい人、イエス様を信じたい人は、信じれるようにしてくださいと祈ればいいです。熱くなりたい人は、イエス様は熱い信仰くださいと祈りましょう。何でも祈っていいのです。何でも祈っていいのです。イエス様は何でも、良いことは叶えてくれるんです。シャンさん、イエス様を信じて罪深き隣人、神の愛で愛せるようになりました。アメン。モンカさん、イエス様の御言葉が全てにおいてイエス、アーメンであることが信仰だと思いました。その通りです。リュウビさん、涼しくてください。ここは涼しいですね。ここは涼しいです。これは、小月さんかな、小月さん、うん、小月さん、はい、おはようございます。ゆうさん、自分の人生を通してイエス様の存在を確信しました。目を覚ましてイエス様から離れずにいたいです。りょうやさん、イエス様を信じるようになったらうつ病が治りました。皆さん、素晴らしい証があります。りょうやさんはうつ病が治った、つまり
ネガティブからポジティブ、ネガティブからポジティブになりました。イエス様を信じるというのはそういうことです。イエス様を信じると鬱が治る、ネガティブが治る。素晴らしい、素晴らしい証です。良也さん、良かったですね、良かったですね。鬱は苦しいですよね。鬱は本当に苦しかったと思います。これからイエス様を信じ続けてください。そうすれば再発しないで、むしろ今度は喜ぶ人生、喜ぶ人生になっていくと思います。良也さん、本当に、イエス様は良也さんを愛しています。良也さんが鬱で苦しむのは御心ではありません。良也さんが、信仰を持って喜ぶことが御心です。シャンさん、今朝も過ごしやすい気温でイエス様に感謝です。大佐、皆さんの証にアーメン。イエスは生きておられる、イエスは生きておられる、アーメン。それでは、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、今日の放送を聞いて、燃える信仰になりたい、信仰がはっきりしてほしい。イエスはイエス、イエスはイエス、イエス様は真実であり、神の言葉は必ず成就する、イエス様こそ、イエス様こそ神の現れ、神の似姿。私たちはイエスキリストにあって救われる、イエスキリストにあって救われる。春樹さん、燃える信仰をしたい、それです、それです。春樹さん、そのような祈りが必要なんです。燃える信仰をください、燃える信仰ください。信仰が燃えたい人、アメンと言ってください。信仰が燃えたい人、燃える信仰が欲しい人、アメン。燃える信仰が欲しい人。ジゼルさん、イエス様は絶対なんです。それが信仰なんです。ジゼルさん、他にどこに絶対があるんですか。イエス様が絶対なんです。ジゼルさん、それを信じるのが信仰です。イエス様が絶対なる神であると信じる、絶対なる神であると信じる、それが信仰です。それがアーメンです、それがアーメンです。イエスキリストこそ絶対なる神、絶対なる神、それを信じる信仰、それがアーメンです。アーメン、アーメン。天の父様、今アーメンと言った方々に燃える信仰を与えてください。確信を与えてください。信仰に確信を与えてください。イエスキリストの言葉にいつでも強くアーメンと言えますように、強くアーメンと言えます、言えますように。イエス様、どうぞどうぞ、ジゼルさんに、確信を与えてください。真理を教えてください。アーメンと言った方々がこれから燃える信仰となりますように、燃える信仰となりますように。油注ぎによって、聖霊様によって燃えてきますように、燃えてきますように。信仰に燃えてきますように。火をつけてください。リスナーに火をつけてください。信仰の火をつけてください。心に火をつけてください。どうぞ信仰に燃え上がりますように、信仰に燃え上がりますように。サタンの、邪魔を取り除けてください。信仰を妨げるものを取り除いてください。偶像を取り除けてください。欲を取り除けてください。あらゆる汚れたものを取り除けてください。間違った考えを取り除けてください。信仰一筋に、信仰一筋に、イエス様一筋に、イエス様一筋に生きることができますように。一つ心、一つ心、イエス様を愛する一つ心、イエス様を信じる一つ心で燃えていきますように、燃えていきますように、燃えていきますように。イエス様、日本を救ってください、日本を救ってください、日本を救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。ありがとうございました、ありがとうございました。皆さん、今日も一日ポジティブに会いましょう。決してネガティブなことを考えないでください。ネガティブなことを言わないでくださいね。口は賛美と感謝だけ、賛美と感謝だけですね。そしていつも皆さん笑顔を
持ってください。誰かに対して笑顔です、ね。苦い顔をしてはいけません、ね。苦い顔をしてはいけません。誰に対しても優しく、誰に対しても挨拶をし、そして神の栄光を表しましょう。皆さんのアーメンが、皆さんのアーメンが、神が喜ぶ栄光となります。一緒に歩みましょう。一緒に信仰で歩みましょう。イエス様と共に歩みましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。良い一日を。シャローム。良い一日を。シャローム。シャローム。アメン。アメン。シャローム。シャローム。